ウェサン島は、フランスブルターニュ地域圏、フィニステール県に属するイギリス海峡の島。島一つで、コミューンとなっている。ヨーロッパ・フランスの北西端をなす。ウェサン島の一島大と、電波島北緯48度28分、西形5度5分に位置する。イギリス海峡の西の入り口の南端の陸標として、北の陸標である、シリー諸島とタイをなす。岩勝ちの島で、 東西約8キロメートル、南北約3キロメートル、面積約15平方キロメートル、標高は最高6 1ル。人口は1999年の統計で932人である。古いブルトン語のことわざに、ウェサン島を見る者はオノが強み、サン島を見る者はオノが,が終わりを見るというものがあり、これは島の周辺が多くの岩と10ノットを越す潮流がある。 航海の難所であることを意味している。ウェサン島は昔から漁業と海峡の入り口の陸標として名高く船歌などにも歌われてきた。また、ウェサン島の近くでは何度も海戦が行われてきている。18世紀の3回の海戦はイギリスとフランスとの間で戦われたものである。1978年3月にはアメリカのオイルタンカー、 アモコ・カディス号が島からおよそ19マイルの場所で座礁し、ブルターニュ海岸を広範囲に汚染するという事故が起きた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。